d g イングリングサンは1829年に創業したアメリカ合衆国において最も歴史が長いブルワリー。生産量においても合衆国有数の大規模なブルワリーの一つである。イングリングは2015年時点で生産量において合衆国最大のクラフトビールであった。2011年時点での販売量によればサミュエル・アタムズのブランドで生産している。 ボストンビール社と並んで最大規模の純粋アメリカ資本のビール会社とされる。本社はペンシルベニア州ポッツビルにある。イングリングはペンシルベニア州の2カ所の施設とフロリダ州タンパのブルワディを運営しており、合わせて年間280万バレルを生産している。アンリングは J、リットル、インリングと発音されるが、これは創業者のせいでドイツ語で 若者を意味するジャングリングの綴りを英語風に直したものである。日本語ではイエングリングと表記されることもある。家族所有のブルワリーであり、所有権は先代所有者の子孫が会社の経営権をその都度買い取る形で代々継承されてきた。ペンシルベニア州やデラウェアバレー地域ではイングリングトラディショナルラガーの人気は 極めて高く、単に、ラガーと注文するとこれが出てくるほどである。醸造所の外壁に埋め込まれたプラーク。ドイツ人の醸造家であったダビド・ゴットロップ・イングリングは、当時のビュルテンベルク王国シュトゥットガルトのアルディンゲンから、1828年にアメリカ合衆国へ移民した。彼は、自分の名を英語風に改め、ジャングリングを、 アンリング都市1829年からポッツビルのセンター通りにイーグル醸造所を創業した。彼の長男であるデイビッド・ジュニアはイーグル醸造所を離れバージニア州リッチモンドのジェームズ川沿いに自身の醸造所であるジェームズ・リバー・ストリーム醸造所を創業した。当初の醸造所は1831年に火災で焼け落ち、 会社は場所を移して西間半島後通りと五番通りの交差する現在地に移転した。イーグル醸造所は1873年にフレデリック・イングリングが経営に参加したのを機にその名を DG ・イングリングサンと解消した。社名は変更されたが白桃和紙のエンブレムはそのまま残された。19世紀末にはニューヨークのサラトガスプリングズや カナダのブリティッシュコロンビア州トレールにも醸造所が設けられたが、いずれも後にはポッツビルの工場に統合された。フレデリック・イングリングが死去した後、1899年からはフランク・ディ・イングリングが会社の経営に当たることとなった。禁酒法時代にはビールに近いニアビールであるイングリングスペシャル・イングリング ポルトル、イングリング自暴などを製造して生き延びた。同社はまた、アイスクリームを製造する、酪農場も経営し、フィラデルフィアとニューヨークで、ダンスホールも営業していた。1933年、全国の醸造業者や不満を抱えていた、ビール愛好家たちの運動によって、禁酒法が打破されると、イングリングは、象徴的に、ウィナービールを出荷して、禁酒法の撤回を祝し、 さらにトラック一杯のビールの積み荷をホワイトハウスに送り届け、フランクリン・ルーズベルト大統領への感謝を表した。フランク・ディ・イングリングが1963年に死去すると、息子であるリチャード・エール・イングリング・シニアとカイドール・マン・イングリングが事業を継承した。イングリングは合衆国建国200年を契機に歴史的なものへの関心が高まったことから売り上げが増加した。 イングリングは1977年にペンシルベニア州マウントカーボンで地名をそのままブランドとしたバイエルン風のプレミアムビールを生産していたマウントカーボン醸造所が廃業した際に商品名とレベルの使用権を買い上げた。イングリングは当初はマウントカーボンでの生産を継続したが結局のところ醸造所は閉鎖された。一方、落農事業は 1985年まで存続した。ありがとうございます。